不安な脳の沈め方。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、今日は質問いただきました。にっこりちこさん、44歳女性。先日カバサワ先生のメルマガを拝見して思ったことがあります。追い詰められた時こそその人の生き方やあり方が現れる。コロナで外出自粛になり、買い物はできるものの買い占めたくなる心理状態になる人もいるはず。不安や怖さからの行動だと思いますが、脳内や体の中ではどのような状態になっているのですか？ぜひ教えてください。私はカバサワ先生の YouTube を聞いているだけで安心感で満たされています。ありがとうございます。すごくいい質問ですね。これはね、多分みんな同じようなことを考えている人もいるんじゃないかなというふうに思うし、今皆さんがすごいいろんな意味で不安にとらわれてると思うんだけど、この不安って一体何なんだと、どっからどういうふうにして湧き上がってくるんだと、ああどうしよう、ああ心配だ、ああ困った困ったっていう時に脳の中でどういう反応が起こっているのかということですけども、これをざっくりと一言で言ってしまうのがカバチャンネルでございまして、不安は扁桃体の興奮です。扁桃体って何かっていうと、人間は何かに直面した時に安全か危険かというのを一瞬で判断することができるんですね。だから何かボールみたいなのがボンと飛んできた時に一瞬でパッと避けると思うんだけど、それはなんか危ないと思ってパッとこう身を伏せたりするっていうのがあると思うんですけど、それは扁桃体が危険だっていうのを判断して、危険だというふうに判断した場合は戦うか逃げるかどちらかしなさいっていう反応を脳に送るんですね。どういうことかというと、原始人が猛獣に遭遇した時にですね、戦うか逃げるかどっちかにしろっていうサインが来るんですね。そのまま立ちすくんだらもう殺されるじゃないですか、猛獣に襲われて。だからパッと槍を取って猛獣と戦うのか、あるいはさっさとまだ猛獣が気づいてない時にさっさと逃げるか、どっちかしかないんですね。それをさっさと行動しなさいっていうふうに促すのが扁桃体です。危険を察知していち早く行動させるっていうのが扁桃体の役割なんですね。扁桃体が軽く興奮した時に不安になります。扁桃体がもっと興奮した時に恐怖になります。だから不安と恐怖っていうのはほぼ連続した状態で、不安や恐怖の状態においてはノルアドレナリンが分泌し、アドレナリンっていう物質が分泌したりします。なので不安の状態っていうのは扁桃体の興奮であり、ノルアドレナリン、アドレナリンの分泌なんですね。それが分泌するとどうなるかというと、さっさと行動せんかっていう話なんですよ。だからトイレットペーパー買い占めちゃうのは扁桃体が興奮しやすいんだろうね。パッとテレビで見てトイレットペーパーがないっていうニュースかなんかを見た時には、扁桃体がパッと興奮してさっさと行動せんかっていうサインが出たら、その人はじゃあ買いに行かないとって言ってスーパーに買いに行くっていう、その人の身の安全を守るための原始的な反射です。わかりやすく言うと、虎が襲ってきた、逃げろっていうのと同じようなね、そういう反応をしてるっていうことですね。ここで例えば買いに行かない人もいるよね。買いに行かない人もたくさんいると思うんですよ。トイレットペーパーがなくなるぞって言った時に、そんなのなくなるはずないじゃないのとか、あるいはネットで調べてみたらこれデマだって出てるじゃないのとか、冷静になって考える人がいると思うんだけども、扁桃体っていうのは原始人の脳っていうか、魚類とか下等生物でも扁桃体っていうのを持ってるんですね。すごい原始的な生物においても扁桃体っていうのは実は発見されてるんです。つまりそういう原始的な生物においても危険を察知して逃げたり、大きな魚が来たらパッと小さい魚が逃げたりするとか、そういうの扁桃体の働きで起こってるわけです。そういう原始的なものと、私たちは人間って進化してますよね。いろんなことを考えたり判断ができますよね、皆さん。だから大脳っていう理論とか言語脳が扁桃体に抑制をかけることができるんです。扁桃体の判断を、それ間違ってんじゃないの、それちょっと判断早すぎんじゃないのというふうにエクスキューズする、そういうふうにイチャモンをつける、あるいは訂正することができるのが大脳です。言語脳ですね。原始脳とそういう言語脳があって、原始脳はいち早くとにかく危険が来たら危ないから逃げろとか、瞬発力を得意としてますけども、瞬発力を得意としてるんで間違うことが多いんです。それを正すのが言語脳です。だから逆に言うと、そうやってテレビでトイレットペーパーなくなるって言った時にやばいっていうふうに扁桃体は興奮して買いに行かなきゃっていう気持ちが起きるんだけど、いやいや待てよと、そんなことしなくても大丈夫じゃないの、もっとちゃんと調べた方がいいんじゃないのっていうのは、そういう言語脳がそこを抑えつけるわけですね。そうなってきた時に、今のね、脳科学的な不安と不安を抑える仕組みというのを知っていると、不安をコントロールすることができるんですね。不安っていうのはそういうふうに扁桃体が一瞬 0.01 秒ぐらいの速さで起こす条件反射的なものなので、面白い研究があって、言語情報が脳に入ってくると扁桃体の興奮が収まるっていう、そういう研究があるんです。わかりやすく言うと、例えば道路にこの蛇みたいなのが歩いてるといたとしましょう。うわ蛇だってビョって跳ねるけど、よく見たらなんだ紐じゃないのと、ロープがぐにゃってなってるから蛇みたく見えたっていう、このよく見たら紐じゃないのというのが言語情報ですね。だからね、分析してるわけですから、言語的によく見たら紐じゃないのっていうと安心するわけです。だからパニックいった時に自分で自分状況説明するといいんですね。だからトイレットペーパーなくなるって言った時に、本当にそうか、言葉で言うともっといいんですけどね、声に出して言うとね、頭の中で見て本当にそうなの、ちょっとネットで調べてみたらいいんじゃねえのみたいなことを自分で頭の中で考えたり思ったりするだけで、不安っていうのは消え去ってきます。で、言語情報を入れれば入れるほど不安っていうのは収まりやすいので、ネットで調べてみていろいろ解説があるから解説を読みますよね。そうすると誰かが広めたデマであるって書いてあったら、ああなんだそういうことかって言って言語情報が入ってくるから、さっきの不安を抑えるって形なんですね。だから不安な気持ちになった時に突発的に行動
動しないってことと、きちんと言語的にそれを裏付けてみるとか自分で説明してみる、脳の中に言語情報を入れれば入れるほど扁桃体の突発的な興奮は収まって冷静な判断っていうのができるようになっていくということですね。ということで言葉というものが不安をコントロールすることができる。そのためにアウトプットっていうのが重要なんですね。アウトプット大全にもその話は書かれてるんですけど、アウトプットする話すとか書くことによって言語脳が活性化するわけですよ。言語脳を活性化させるほどさっき言ったように扁桃体を相対的に閉じ込めていくことができるんですね。だから今のそういう自分の気分とかを紙に書き出したりするってこともそういうことになってくるんだけども、言葉で今の状況を、ね、分析すればするほどですね安心っていうのが得られます。ということでアウトプットっていうものが不安を解消するためにとても有効ですということを覚えておいていただきたいなと思います。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。